お待たせいたしました。今日のニュースです。今日は11月20日、判定会議の結果が出ました。イエーイ、イエーイ何の真似でしょうなんだ、チェンジ&チャレンジやったで、結果ですが、こういった形で結果をもらいます。こんな感じで結果がもらえます。内容は、当センターにおける第55回性別適合手術適用判定会議にて、貴蓮に対し身体療法乳房切除術及び子宮卵巣摘出術を開始することが承認されました。あくまでこの判定会議は、許可れたのはこの胸オペと内摘。下半身に物をつけるときは、またつけるときでまた判定会議があるんだって、うん、今日は結果の案内と、まあ、なんか聞きたいことありますかとか言われたんだけど、金銭的なこととか生命保険の件とか、保険の件とか言ってたけど、タバコの件、タバコ捨てるんだったよねって言ったから、はいって言ったから、所定の期間やめてくださいって言われて、ぜひこれを機会に禁煙しましょうって言ってた。長生きしたいでしょって、あれよ、この手術だけやめるんじゃなくて、もうその後も禁煙しましょうって言ってたわけ。タバコは最初の3日間だけがやばいって、吸いたいっていう体が求めるのは3日間だけ。3日経ったらもう体は求めてないんだけど、今度は頭が求めるって。この吸ったら気持ちがいいとかさ、なんか落ち着くとかっていうのは頭がそう思ってるだけって。でそれが苦しいの、次10日まで、それ超えたら大丈夫だよ、だから10日間頑張ってって言ってた。できるんじゃない、うん、手術全身麻酔するから、まあ、タバコやめなさいって話なんだけど、一応やめる期間は1ヶ月は必要って、1ヶ月はやめなきゃいけない。ただ手術当日かな、呼吸器の検査するんだけど、そこがその数値が基準になってなかったら手術が延期になる。やめるけど今月いっぱいまではそうかなと12月入ったらもうやめる。ちょ2ヶ月ぐらいはね、せめて。で、なんかあったら怖いさね。希望はちょっともうやめたい、やめてその分貯金に回す。あと気になってた麻酔の件も聞きました。ドクター X の見過ぎでビビってるから、あの手術場の雰囲気が手術入る前からなんか麻酔やり始めていくのか、中に入ってからするのかって聞いたら、中に入ってからするって。だからあの手術場のあの雰囲気を見てしまう、ドキドキ。じゃ麻酔はその時に入ってからやるって今回の会計は、まあ、この精神科のこの診察というか結果の発表が1210円、この結果の通知書と、あとその最初に意見書作ってもらったところに、その結果のあれ送るって、病院がね、おもろ町クリニックに。書類が2つで8800円、今日会計1万10円か、びっくりしたって、うんうん、2、3000円ぐらい終わるかなと思ったから、ね、その話が終わって別室に行って、今度は手術のスケジュールの話とかあったんだけど、一応その前にもらったのがさ、性別適合手術実施件数に関する調査へのご協力のお願い。2018年4月1日から日本精神神経学会の性同一性障害に関する診断と治療のガイドラインに沿って性別適合手術を受けた方へ調査のお願いがあってさ、内容としてはまあこの2018年4月からあの保険適用とかなってるさね、だからその保険適用で治療してる方と、保険適用じゃなく自分みたいに治療してる方のあれをなんか調査するみたい、うん、今後の治療の参考にするために、保険診療で手術を受けた人とそうでない人が日本中の認定された施設にどのぐらいいるのか、年齢や手術の種類などの特徴がどのようになっているのかを調べます。で、研究方法がカルテに書かれた情報を使用して、治療を受けている人の数、性別、手術の種類、合併症などを調べます。アンケート？アンケートではないな、自分のこの手術のカルテを調査の資料として出すんだよね、うん、どうぞどうぞと思ったんだけど、手術の日2月4日、2020年2月4日その前日と2月3日から入院をする予定、正式な日程を来週中には確定したら連絡するって。
まあ、多分大丈夫じゃないかなと思うけどさ。日曜日まで入院する予定。状態が早ければ前倒しで退院できるし、状態が悪ければ退院が遅れることもある。一応1週間の予定です。手術前にまた病院があって、1月20日術前の検査、前回やったの血液検査とか尿検査、採血、心電図だで、呼吸機能とレントゲン、この検査をもう一回やるのと、形成外科と婦人科で手術の同意書のサイン、この手術の同意書のサインは身内を連れて行ってからサインしてもらう。料金の説明、入院の説明の話、あとこのなんか患者情報シートって言って、なんか問診票みたいなやつ、この病気とかアレルギーとか、それを書いて次持っていく。で、一応6週間前にホルチュー弾薬だから、今日で最後かなと思ったけど、一応12月にあと1回ホルチューは打って、その次の時に退院後につける胸に巻くやつ、あれのなんかサイズ測りましょうねって言ったけど、もらったさね、ちいさんからもらったパンパス、パンパス以外にも一応サイズが合うか確認しないといけないんで、入院前日かな、ドキュメンタリー、ドキュメンタリー、タッタッタンタッタンタッタッタン、音楽が流れる。次の報告は1月20日、楽しみだけ、楽しみだけど怖いよ、痛いの嫌いなのに、チェンジ&チェンジ